M15 はペガス座にある球状星団。ペガス座の顔を形作っているシータ星とイプシロン星を結んでイプシロン星の方向に伸ばした線上にある。双眼鏡等ではすぐ隣の六等星と並んでいるぼやっとした光房がわかるので比較的探しやすい。M15 は変更性を多く含む球状星団として知られている。 ケンタウルス座のオメガ星団と、両腱座の M3 に次ぐ変更性の多さである。年々直径が増大していることも観察されている。また、M15 の中には、球状星団で、初めて惑星状星雲ペアセ1が見つかっている。2013年現在観察されている、球状星団の中で、最も密集度の高い球状星団で、最も古い球状星団である。 通常、球状星団や銀河などの構成形は中心に向かって密度が大きくなっており、最も中心近くには密度一定のコアと呼ばれる領域があるが、M15 は中心付近に密度一定のコアが見られず、中心が尖った密度分布を持っている。このような球状星団は他にもいくつか見つかっており、ポストコア、カラプストクラスターと呼ばれている。一般に、 自己重力でまとまっている計は時間とともに中心密度が再現なく上昇していくことが分かっており、このような過程は重力熱力学的カタストロフィーと呼ばれる。M15 はこのような物理過程が実際に起こっていると考えられる実例である。また M15 の中心部はこのような高い密度を持っており、また1974年に中心部から X 線が放射されていることが観測されていることから中心には銀河中心と同様の大質量をブラックホールがあるのではないかと考える研究者もいる。そのため M15 の中心核はしばしばハップル宇宙望遠鏡などを用いた観測の対象となっている。M13 と同様に M15 には多くの赤色巨星が含まれている。星団は非対称の楕円型をしており、 周囲には雲の足と言われるような星の流れがある。内部には反転のような二つの暗い部分がある。星団の北東には1928年にペアセによって発見されたペアセ1と呼ばれる惑星上星雲がある。球状星団内部に惑星上星雲が発見されているのは M22 と M15 のみである。M22 にある惑星上星雲は17ほどの 大きさに見えるが、ペアセ1は1ほどの大きさにしか見えない。双眼鏡ではぼんやりと丸い星雲状に見える。口径8センチメートルの望遠鏡で周囲の星がわずかに見え始める。10センチメートルで次第にはっきりと周辺の星が分かれてくる。しかし、熟練者の記録でも10センチメートルでも困難だとする。記録があり、空の条件に依存する。1746年に、 ジャンドミニクマラルディがドシエゾウ水星を観測中に発見した。M2 を発見した5日後であった。彼は星雲上でかなり明るく大きな星があると記している。シャルル・メシエは1764年に星のない星雲。丸く中心部が輝くと記しており、巧妙なメシエの機材の方が貧弱であったことを示している。ありがとうございます。